おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。クラウンの暴走。本当にすごい、このコース。ちょっと中身見たんだよね。で、これは動画用の、サムネ用のコースにしようと思って。わざわざ一度やめてですね。最初からやっております。これはね、すごい。期待を裏切らない。ものすごいインパクト。ものすごいインパクトが、この土管に入った後にあります。行きましょう。これはものすごい。これすごいっしょ。俺が煽って煽ってほんとすごい、ものすごいって言って、煽ってもこの凄さですから。これすごいよ。どんどん難しいんだよね、そしてね。よいしょ。真上にジャンプして、ここだ。ああ、そんなに右に持ってかれんのか。え、左に持ってかる？すげえ、なんか移動すんな。そうか、クラウンが右に行ってるか左に行ってるかでかなり変わるんだ。ほっ、ほっ。じゃあ！壊せねえ！オッケー。全然大丈夫でしたね。行きましたね。タイミングの問題だった。おへいー。暴走しすぎ。これ殺される判定ある？あるね。全然あるね。おー、なんか減ったな、数が。どうしよっか。これダメだな。ファイヤーを最初に取ってあげないとダメなんで、先手必勝でファイヤー取りに行きましょうか。うわー、無理かな。あ、なんかスターあった。あのスターを取りたい。あ、なんかやった。死ぬ。スターがクリボーに変わっちゃったよ。ドッスンを一旦左に寄せてからの、ここだ。よし、取った。取ったけれど。取ったけれど、積み感が半端じゃない。オッケー、一個倒すぞ。よし、取れた。これ、オッケー。よし、スタート取った。来た。来た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 。来た来た。来たんじゃないの？しゃー。あ、邪魔しないで、お願いだから。ちょっとパックンじゃん。ほんとに。は、挟まれて死んだ。そんな、マジですかね。積んだ、積んだ。どうしようね。しかも難しいのもさ、あれが全然違う、質が。普通の難しさじゃない。どうしようもない、どうしようもできない難しさなんですけど、これ。どうしましょう、本当に。さあ、参りましょう。これ、本当にテレミキャッスルより難しいんだけど、どうしましょう。どうしましょう、これ。スター行っちゃったなぁ。ダメだね。これジャンプしても死ぬだけなんだよ。で、ずっとここにいても甲羅にやられて死ぬだけだから。どうにかしたいんだけど、どうにもならんのですよ。こうなっちゃうと。罪な感じが半端ない。花ちゃんがあんな感じでいなくなっていくのってなかなかないよ。このドッスンたちが鬱陶しいんだよな。だから最初のスターゲットしたいんですけどね。今左の方に行けばスターゲットできる可能性ありそうですけど、なんせマリオが動かないんで、どうしましょうって感じです。チャンスあるかな？時間はあるからな。クッパにダメージ。あ、これし、おー、危ねえ。
クッパがドスンってしなければ、クッパじゃない、ドッスンがドスンってしなければ、あ、取った、よし、わかった。これはもうこんな感じで飛んでいこう。ワンチャンスター欲しい。どこにいる自分どこにいるかもわかんない。これ、あ、P スイッチありますね、よく見たら。これ踏めれば。今だ、よっしゃー、おらー、はぁ、テレビキャストクリアした時より嬉しいってどういうことだよ。意味がわかんねえ、このコースの難しさ。5月の30日にいただいたコースですね。よかったらこのコースクリアしてみせてくださいってことは難しいってこと？うわ、は？そこにもあるのか。来た来た来た。来た来た来た。オッケー。入れたね。スター状態で元に戻れ、よし、乗れねえか。無理か。はい、左遷、中に見てきました。これ中見ないとクリアできないコースになってました。よかった、早めに見て。これ絶対やばいって思ったわ。コースタイトルから怪しいって思ったもん。最初こっちで OK です。これこう行ってこう行って、で、ここまではまあ問題ないじゃないですか。で、こっから、コース、中見ないとクリアできないようになってました。というのも、P の位置がここら辺にあるんですよね。これはちょっと、中見ないと、まあ絶対ってわけではないけど、ほぼほぼ、不可能な感じになってましたね。はい、ということで、まあ、とりあえずこんな感じでした。5月の30日ですね、こちらも。結構、超鬼畜難易度のやつを作りました。多分、千早でも結構死ぬんじゃないんでしょうか、というコメントも来ていただ、来て、コメント付きで、ID 送っていただきました。行きましょう。おぉ、最初むずい。うん、了解。最初の流れは分かった。で、うわ、遠い。そういう感じの鬼畜なのか。コースの難しさで来ると思ったら違えんか。これ、まあ一応入っておきますか。ですよね。難しさの質が。ベクトルが俺とは全然違え。全然違え。手前になんかある。ワンワンが見えたら。うわー、ここで合ってんのかね。まあとりあえず入ってみましょうや。おっと、なるほどなるほど。あ、足場ありましたよ。三段ジャンプか。お、あ、はい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 。これ直降りでいけるかな。うん、大丈夫ですね。うわ、キノコか。マジか、ありがてえ。結局食らいそうだな。ほっ、ああ、食らっちまった。落ちる、あぶねえ。はいはいはい。隠してる方が正規か。ああ、よかったのか。三段ジャンプしてみたわ。完璧なタイミングでブロスだったな。落ち着いて右飛びして大丈夫でしょう。もうこれ当たるのほぼ確定だな。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあラスト行きましょうか。みんなが楽しめる60秒スピラン。作りが綺麗ですね。この音符は？別に何かがあるわけではない。P 踏んで、走ったままで大丈夫。逆になんかしたら落ちそう。逆に落ちそう。うわ、下見えないから怖い。今、一瞬落ちたと思った。割となんか外敵はいない感じの、外敵って言わないか。敵は配置されてない感じですね。どっちかっていうとアクションで。あ、ありましたね、いましたね。かぶっちゃったけどいいのか？良さそうだな。うん、良さそうですね。ふぅ、あぶねえ、穴開いてやがる。いやらしい作りだ。ちょっとロスったぞ。あー、ロスったぞ、ロスったぞ、ロスったぞ。大丈夫かー。なんか怪しい感じするけど、このドア入ったら終わりな感あるから、いけるかも。あー、よかった。42、3秒スピランだよね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。